キチャンネル。今日、金曜日で総チェック。はい。ということで、目標金曜ダブル総チェックというところで、今日もね、総チェックやっていきましょう。というところでね、まあ、7月6日のね、試合、5試合しかなかったんでね、中日対巨人は2連戦というところで、まあ、このね、残りのカード、5カードをね、解説していきましょう。皆さんね、昨日出した木曜日の動画と今日の動画を合わせてみればね、3連戦総チェックになっていきます。なんと金曜日朝からね、早朝からちょっと伊勢崎に行って、仕事があるっていうね、一日仕事がある。で、帰ってきてから公演っていうね、ところでちょっとハードスケジュールなんですね。こうやってちょっと分割しながらね、やることによって、ちょっとでもね、サズキの労力を少なくしようっていうね、その代わりきっちり試合を見ていきますよっていうね、ところでいきましょう。まずはね、パリーグ。楽天対オリックスっていうところで、3対0で楽天の勝ちというところで、この3連戦はね、火曜日、7対9オリックス。水曜日6対1で楽天、そして木曜日3対0で楽天というところで、楽天がね2勝1敗で勝ち越しっていうところ大きいね。オリックスは宮城山下をね使って、その2人が負けるっていうところで、この2敗はね負け越したのは非常に大きかったかなとね。火曜日の試合はね結構打ててたんだけどね、でそっからね水木と全く打てなくなったっていうところがね非常に痛かったかなっていうね。ところで、この日ね、先発山下俊平太。6回91球、7安打3三振、1四球1デッドボール3失点と。まあね、でも6回3失点だからね、いい形で投げたと思うんだよね。若干フォークの制球が悪くてね、まっすぐカーブだけっていうね、ところに耐える勝ちになって、ストレートをね、狙われたかなっていう感はあるけども、まあこれは攻められないね。でその後ね、楽天先発岸、7回3分の2、114球、6安打6三振、無四球無失点っていうところで、岸はね、序盤もストレート。中心でね変化球を織り交ぜていきながら、で2巡目中盤以降からね変化球結構多くなって、前半と後半でねこの配球のパターンが変わったところをね、オリックス打線が、ね、対応できないでね、無得点に終わったところっていうところがね、好投に、結びついたんじゃないのかなっていうところでね、楽天はね、3回裏ね先頭西川はね1軍上がってきたばっかりっていうところでセンター前ヒットで、村林が送りバントを決めてワンアウト2塁からね小深田センター前タイムリーっていうところで、この小深田のねいい形のバッティングっていうね、この先制はね非常に大きかったかなっていうね。で、4回裏ねワンアウトからフランコねライト前で、辰巳レフト前、そしてワンアウト1塁からね、隅田にデッドボール、このデッドボールね痛かったね、山下としてはね。で、ワンアウト満塁、西川をね、高めのストレートで三振取った後に、ツーアウト満塁からね、村林ね、もうこれはもうまっすぐ1の3狙ってきてるっていうところはね、高めのボール球空振りしたところでもわかるようにね、まあでもそれがね、ストレート入ってきて若干詰まったけどもね、まっすぐ1の3でいったところをね、レフトにタイムリーヒットっていうところで3点目ね、2点3点ってなったところでね、一気に3対0。まあ結果ね、この3点っていうところでね、試合が決まったっていうところはあるけども、まあその他はね、しっかりね、踏ん張ったっていうところもあるし、ワゲスパックに変わってね、7回裏、楽天はね、村林ライト前、小深田フォアボール。で、ノーアウト1塁になって、小郷、浅村、鈴木でね、ここもう1点取ってればね、ダメをして、もっと非常にね、楽な展開になったっていうところはあるけども、ね、まあ岸が7回ね、3分の2投げて、その後ね、酒井、そしてね、松井裕樹とね、しっかり抑え切ったっていうね。まあ、オリックスはね、8回ね、若月、義母のね、連続ヒットっていうところで、ノーアウト一塁チャンス来るけども、代打セデーノがね、レフトフライ。で、杉本ね、で、紅林とね、一本出ずっていうところで、まあ、完封負けっていうところもなるんだけどね。オリックスとしてはね、あとね、この、5回ね、3対0の時に5回、先頭の中がね、ツーベース打つんだけども、ここでゴンザレスがね、ファーストライナーで、若月三振、義母ショートフライっていうところで、まあ、この5回にね、1点でも取ってればね、ちょっと状況変わったかなっていうところあるけどもね、まあこれはちょっと完敗かなと。岸がね、うまくコンビネーションを使って、前半後半でね、配球の、主体っていうところをね、入れ替えることによって、的を絞らせないでね、非常に素晴らしいピッチングだったと思います。結果ね、3対0、楽天のね、このカード2勝1敗で勝ち越しっていうところになりましたね。続いて、ロッテ対西武っていうところでね、まあ先発大島。ピリッとしないね。4試合続けて、6失点、6失点、6失点、この試合も4失点っていうところでね、5回87球、6安打、4三振、3四球、1デッドボールっていうところでね、いや、ちょっとピリッとしないね、全体的にね。まあ、結果7対6でね、ロッテのサヨナラ勝ちっていうところになったけどもね、西武は初回ね、先頭、外崎フォアボール、源田が三振するけども、3番鈴木の時にね、外崎が盗塁、ここでね、田村が悪送球なんだけどね、ショートね、友杉、入るん遅いよね。あれは明らかに。まあ、
鈴木が降ってきたっていうのもあるかもしれないけど、もう走り取りじゃんね、あれ多分取ってもタッチできないと思うんだよね。多少はそれたのかもわかんないけども、何回もね映像を見返したけどね、角度がね悪かったからね、どこまでそれたか若干わかんなかったけど、多少はそれたかもわかんないけど、あのね入るのがね遅いっていうところはね、センターに抜けていく、まあこれが田村の悪送球になるっていうところのね引き金だと思うんだよね。もうちょっとセカンドに早く入っていかないとちょっと判断ちょっと悪かったね。で俺がセンターまで抜けていってね、ランナー3塁行って、で鈴木翔平センター前タイムリーヒットで、中村フォアボールになって牧野アウトになるけども、2アウト1、3塁からね岸のタイムで2点先制っていうところで、いい流れの先制でね、まあ西武は3連敗できないっていうところでね、でもその代わりねロッテは1回裏ね、飛ぶすぎライト前ヒットで、角中フォアボール、このフォアボールがね与沢は痛かったね。で中村三振するけどもポランコ内野安打で、ワンアウト満塁から山口三振するけども安田がねセンタータイムリーヒットっていうところで2点、もう今日は安田祭りっていうねところになるけども、こうすぐ同点追いついたのがねよかったね。でも西武はね2回表に、2アウト2塁からね、源田のセンター前タイムリーヒットっていうところでね、まあ、ここもね先頭8番のね佐藤のフォアボールから始まってるっていうところでね、これ小島の不安定さね。でも、3回裏にね山口のツーランホームランというところで、まあ、東京ドームの試合というところもあるけどもね、まあ、今日は本当ロッテがね打ち合いで負けなかったっていうところはあるけども、まあ、4対3逆転するけども、西武はね5回の表ワンアウトから、鈴木、センター前中村デッドボール牧野内野安打というところでワンアウト満塁、ここでね岸がねショートハーフライナー気味で友杉ワンバン取ってね、まあ、ちょっと弾くけどもねセカンド投げて、でセカンドランナーの中村をねゲッツーじゃなくてこの2、3塁間に挟んで変則ダブルプレー、まあ、この間にね、3塁ランナーの鈴木翔平がねホームインするんで、まあ、同点にはなるけどもね、まあ、ここ落ち着いてね友杉中村っていうところはね非常に守備ねこのダブルプレー取ったっていうところはね大きかったかなっていうね。で、7回表にねまた2アウト1塁から岸のタイムリーで、8回表に佐藤のねレフトスタンドへホームランっていうところで、まあ、ここでね一気に6対4と、これはこのままね西武が勝ったかなと思いきや、8回裏ね、ピッチャー森脇ね先頭中村、センター前ヒット、そしてポランコにツーランホームランで同点、ポランコ、ね、空中戦持ってこいっていうところでね、まあ、これで6対6で延長になって、これで、10回裏ね、ピッチャー佐々木ワンアウトから中村センター前で、ここでね、ダイソー和田っていうところでポランコ三振するけども和田がね盗塁、ここで古賀が悪送球、和田が三塁まで行くっていうね、この初回のロッテのミスをまんまね西武がお返ししてあげるっていうねところで、まあこんな悪送球痛いね、まあでも源田もこれどうなんやろな、俺はもうあれで和田の足だったらパンパンって取ってもセーフだと思うから、俺は体でもね源田には止めてほしかったなっていう思いはあるけども、ここはどうなんやっていうね、ところで三塁まで行って、で山口敬遠で2アウト1、3塁からね安田がセンター前サヨナラヒットってなるけども、ここねサヨナラヒットになるけども、センターの岸がねセンターゴロ狙ってファースト投げるんだよね、結果セーフになったけど、俺はねこのね最後まで諦めない姿勢、岸グッとナイス、ね、あれをファーストに狙ったっていうところはね、ファーストがどこまで際どくてねアウトかセーフがちょっとねあの試合映像の中ではね動画の中になかったから見切れなかったけどもね、あの投げた姿勢は良かったね、最後まで諦めない、万が一アウトになったらスーパープレーだったからね、そういったところで俺は岸のねあのセンターゴロを狙ったプレーっていうのは素晴らしかったと思うけどもね、結局はなんかロッテのミスで始まり最後は西武がミスでお返しするっていうね展開でも、その中でねロッテは山口ポランコがね、ツーラン打ってこのね7得点中ね4得点がねツーランホームランっていうね一発構成、まあ、ここまでなかったっていう中でね打ち合いを制したっていうところは大きかったかなっていうね。でも西武はねここで3カード3連敗は非常に痛いね、与座が5回79球5安打5三振3四球4失点のねピリッとしないっていうところと、まあ、山口の一発っていうところが痛かったかなっていうね、ちょっと西武はきついね、でもロッテはこの勢いに乗ってねどこまで上位に食らいついていけるか非常に大きなね3連勝だったと思います。続いてソフトバンク対日本ハムっていうところで4対3でねソフトバンクの勝利ってなるけども、この日は柳田祭りだ、わっしょいわっしょいよ、もう柳田が攻守にわたって完璧なプレーっていうところでね、ソフトバンクは3回裏にね2アウトから近藤ツーベース、そして柳田がねライトスタンドへツーランホームランっていうところで、日本ハム先発加藤ね7回103球7安打1三振1四球3失点と、まあクオリティスタートするけどもね、この一発攻勢でいかれるっていうところはちょっと想定外だったかなと。でソフトバンク先発大関6回107球3安打3三振3四球1失点と、まあ1失点でねうまく試合まとめきるけども、まあ勝ち投手にはなれないっていうところでね、まあ日本ハムもね踏ん張って4回表にね
マルティネスフォアボールで万波がツーベース打ってツーアウト二三塁から野村のね、犠牲フライで1点っていうね、ところで1点を返して、でもソフトバンクもねすぐ4回の裏に牧原のねホームランっていうところで加藤のこの2発ホームランを打たれてるからね、ここちょっとらしくなかったかなっていうねところはあるけども、まあ3対1ね、まあこのままソフトバンクがね行くのかなっていうところで7回表にね大関から大津に変わったところでツーアウトからね江越がインスラかながパコーンって打った瞬間にねホームランでね1点っていう、でも大津はね見れば見るほどねあのオリックスの山岡によく似てるなっていうね、で8回表ね2アウトから松本がツーベース、そして2アウト2塁からマニチェスがねライトでタイムリーヒットで同点っていうねところで粘り強かったなっていうところはあるけども、8回裏にねまたまた柳田が、まあね、先頭の村がレフト前で近藤三振するけどもねダイソー周東が盗塁でワンアウト二塁から柳田がね勝ち越しのタイムリースリーベースっていうところでね、まあこのねワンアウト三塁からデスパイネねピッチャーたまに勝って三振っていうところで、ここでもう1点取ったらねソフトバンクも楽な展開だったかなっていうところはあるけども、9回ね、まあ、オスナがね、ツーアウトから浅間にツーベース打たれるけども最後エゴシを三振取って、まあ、オスナがしっかり締め切るっていうところではソフトバンクとしてはね、まあ、柳田祭りっていうね、でも守備面でもね柳田ね3回表ね、だからこのまだ0対0の状況でね、日本ハムはね先頭エゴシがセンター前で、上川端の時に盗塁でフォアボールでツーアウト一塁から石井がねライトフライ打つんだけども、まあ、ほぼ定位置なんだよね、しかもそこを柳田がね余裕持って後ろからね助走をつけて取るぐらい余裕があった中でセカンドランナーね江越がタッチアップ三塁狙って楽々アウトなんだよ。まあ、新庄監督はねなんかおとついの清宮の走塁とは違ってアグレッシブでよかったっては言ってたけども、まあ俺はこれはね楽勝でアウトはねちょっと判断ミスだったの、まあ、ギリギリだったけどあれミスしなきゃアウトだからね、ミスしてくれて待ちっていうところではそこまでするタイミングかなと、その後ね清宮そして松本万波っていうねところの得点できるところにね流れが行くっていう中では、まあ、このね柳田のスローイングっていうのはねぐっと素晴らしかったけども、このね江越のタッチアップはねちょっと謎だったね。だからこういったところでねやっぱり日本ハムはねミスが多いんだよね、この木の実清宮の走塁ミスっていうところもそうだけどね、でその後ね清宮フォアボールになって松本の時にね、ライトフライっていうところで、まあ、ここでね1点を取れなかったけども、このタッチアップがちょっと謎だったね。まあ、柳田がねしっかり攻守に当たってねいいところでね失点を防いで、で勝負どころではねしっかり打ってホームランも打って、結果ね柳田4打数3安打3打点1ホーマーっていうところでね非常にねこの試合の貢献度は高かったかなっていうね、ところ でソフトバンクもね、大関の後大津甲斐のねオスナっていうところで、まあ、甲斐のもね失点はしたけども、まあ、柳田のね攻守の活躍でなんとか踏ん張ったっていうね、まあ、日本もやっぱりちょっとのねミスがなんか俺は気になるけどね、ここの選手の能力が上がってきたっていうところあるけども、まあ、昨日の動画と同じになるけどもね、まあ、そこら辺は次の試合に向けてね修正するっていうところは大事になってくるかなと思います。結果ね4対3でソフトバンクの勝利っていうところで、このカードね、火曜日はね、3対10で日本ハムで、水曜日は5対1で日本ハム、そして木曜日が4対3で、ソフトバンクっていうところで、まあ、ソフトバンクはね水曜日も5対1でソフトバンクで、ソフトバンクはね2勝1敗の勝ち越しっていうところではソフトバンクで、ね、大きな首位としてのね、最低限の勝ち越しができたんじゃないでしょうか。続いて DeNA 対ヤクルトっていうところで、ヤクルト3連勝になるかっていうところでね、この試合は DeNA が3対2で勝って、 DeNA がね、1勝2敗と、まあ、負け越しはしたけどもねなんとか一矢報いるっていうところで、まあ、バウアーね中4日で9回128球4安打7三振3球2失点グッビッグ素晴らしかったね。中4日でこんだけ投げてくれたらもうありがたいね、チームとしては。まあ、でもその中でねちょっとね立ち上がりはね結構制球甘くて甘いところいっぱいあったと思うんだよね。まあ、そこをヤクルト打線がもう一つ仕留めきれないっていうねところはあったけども、中盤以降からね、まあ、高めのストレート、そして低めに変化球ね、特にナックルカーブめちゃくちゃ良かったしね、こういったところのね、まあ、緩急をつけてね、まあ、ヤクルト打線ちょっと的絞りきれなかったかなっていうところで、まあ、4安打ね完璧に抑えられたかなと。まあ、その中でねヤクルトは3回表ね、2アウト2塁から並木がねセンター前タイムリーヒットっていうところ、先生並木1番並木めっちゃいいね。でいい流れでね、行った中でね、まあ、4回の表もね3打のライト前村上アウトになるけども、オスナフォアボールでワンアウト1塁からね内山長岡がねちょっと1本出ないっていうところで、ここでね仕留め切りたかったね、甘い球もね結構いっぱいあったっていうところではね仕留め切れずっていうところがね、その後の失点に行くんだけども、もうねミス多いヤクルト、あの昨日とかもそうだけども、ね、サンタナのね勝ったから良かったけどって言ったじゃんね、この試合も負けてんじゃんっていうねところではね、
この4回にもね、外の打球を落としてね、ワンアウト一塁で満塁になってね、ここ石川がね、柴田そして伊藤をね、アウトにとってね、なんとか踏ん張ったっていうところでね、あの外のね、もうヒットじゃないからね、もうほぼもう取ってよスライディングで行ったならっていうね、ところでサンタナのね、ちょっと守備がっていうところもあるし、5回もね、ワンアウトから楠本のね、ライトフライをサンタナが落球っていうね、フェンスついてるよ。でスリーベースになって小原がねレフトで同点タイムリーヒット、で佐野がアウトになるけども2アウト1塁から牧のねセカンドフライ、今度竹岡が落球っていうね、でその後外がねレフトでタイムリーヒットで一気に3点、石川はね、まあ、先発ね丸山だったけども2回26球2安打1三振無失点というところで、まあ、1点取ってね、石川がね3回から登板するんだけども5回88球6安打3三振1球3失点でも実績ゼロだからね、これは痛いよね、サンタナがフライを落として竹岡がフライを落とすっていうね、まさかの1イニングで2回フライを落とすって思わんじゃんね。でまあヤクルトはね8回表に2アウト1塁からねサンタナの、タイムリーヒットっていうところで、まあ、山崎がね盗塁してたってセカンドから帰ってきて1点ね取るけども、まあ、結局ね、まあ、4安打っていうところで、まあ、少ないチャンスをねものにしたところはあるけども、やっぱりこの5回裏のね3失点っていうところは非常に痛かったかなと。まあその後ね尾中も抑えて、まあ、丸山石川尾中でねしっかり自責点ゼロで抑えてる中ね、この3失点っていうねミスからの3失点は非常にヤクルトとしてはもったいなかった。本当3連勝でできたからね、その中でこういうくだらないって、まあ、くだらなくはないんだけどね、まあ、こういったところちゃんとやっていかないと今の状況ね抜け出せないっていうところもあるし、 DeNA はね中4日でバウアー投げてくれてね相手のミスをついてしっかりこの勝ち切るっていうねところでは大、そういうのも大事だからね、しっかりねそのものにして最後外が打ったっていうところもあるしね、相手のミスをものにして勝利に結びついたっていうところは非常に素晴らしい戦いだったんじゃないでしょうか。まあ、結果3連戦はねヤクルトの2勝1敗の勝ち越しっていうところでしたね。続いて広島対阪神というところで4対0で広島の勝ち、広島が2勝1敗の勝ち越しっていうところになって、これはカープにとったらめちゃくちゃ大きかったね。逆にタイガースにとったら村上が投げて負けるっていうところでは痛かったなっていうところはあるけどもね、広島ね2回の裏ね先頭松山がヒットで坂倉田中康介アウトになるけども2アウト1塁から小園がなんと2ランホームラン。ちょっとねこの2連戦ねいい形の守備もバッティングも含めてなかったけども、このホームラン本人も嬉しいだろうしね、新井監督も嬉しいんじゃないの、これファンの皆さんもね、これは大きいよ、ここから小園が上がってきたらねチーム力上がっていくっていうところではこの小園のホームランは大きかったね。しかもね次が野村のピッチャーっていうところでね、もう長打しかねダメだっていうところで逆にね村上は打たれたっていうところでね、で3回の裏ツーアウトから野間のねセカンド内野安打、まあ野間よく走ったけども中のね若干油断したか、もうちょっとババーンっていかなきゃいけないところ若干油断したっていうところもあるけども、なんか野間がねしっかり走ってちょっと一塁が深めだったけどね、こう内野安打っていうところは非常によくかった。で秋山アウトになるけども2アウト2塁からね西川のライトにタイムリーヒットっていうところで、このね本当はアウトだったところを野間の足でそして中野のちょっと注意不足っていうところでランナー出たことによってこの3点目非常に大きかったね。で得点としては8回ぐらいね、代打末金ねがレフト前ヒットで代走発言が出てきてね、ここでしっかり盗塁して送りバントっていう最高の形で、ワンアウト三塁から野間のねファーストゴロ、これギャンブルスタートでね一本のヒットでね1点取ったっていうところではこのダメ押しの点ね非常に良かったんじゃないでしょうかね。だから村上もね7回111球5安打6三振無四球3失点とめちゃくちゃ素晴らしいピッチングだからね、これはもう攻められないね、ちょっと打線がね援護点なかったっていうところもあるし、広島先発野村ね6回89球3安打3三振無四球無失点今季勝利グラッと素晴らしいピッチングね。やっぱりねこのねキレよくなってるね、こう体のねこうっていうこのね腕がでめっちゃ触れてるっていうよりもこの右足に溜めてゆっくりってからねこのねこの左肩と右肩のこの入れ替わりのねで腕がね振られる感じ、勝手に振るっていうのこの回転でねだ切れてるね体のこのキレがねすごいで腕がね振られる感じでねいい感じでねしきて、でまあ変化球ストレート、コース低めしっかり緩急もつけて素晴らしいピッチングっていうところでこのね入れ替わりのねこのキレがめっちゃ良かったね。いや伝わるかな、俺はめっちゃ感じてんだけどねこのキレ良かったなっていうね、ところで非常にね、ピンチらしいピンチもねそんななかったからね、連打っていうところも許さずねストライク先行で勝負できたっていうところもあるし、前回もねいいピッチングしてまあ勝ち星つかなかったっていうところはあるけども、今回はねしっかり勝ち星もついて素晴らしいね、ピッチング、だったと思います。まあ阪神からするとねこの7回ね、2アウト1塁からね代打渡辺がレフト線へねツーベース打って1塁ランナーのノーヒジーがねホームでアウトなんだけども、
これ岡田監督も言ってたけども7回で3点差じゃん、そんな慌てていくこともないじゃん、あそこは回したらダメだね、完全ストップ。あの正直もうノイジーがね滑り込むとか滑り込まないとかじゃなくて、もうあれはね回したらダメね、まあ、2アウトだけど3点差に7回だからね、あれまだね3回とかだった俺はいいと思うよ、ね、7回だからあれは回しちゃダメだよ、ね、まあ、でもねあの中継っていうところも非常に良かったしね、あのこれアウトにしてね、まあ、無失点でしのげたっていうところはカープにとったら非常に大きかったんじゃないでしょうか。だからカープ対阪神はね、2勝1敗で広島の勝ち越しでした。さあということで申し送り事項ねやっていきましょう。まずはセ・リーグから巨人対 DeNA。 DeNA の皆さん、巨人ね結局ね岡本だから、岡本こう全力でね抑えに行こう。その前のね秋広がねコンパクトに反対方向とか持ってくるからね、インコースガンガンついていかないとね、コツンって合わされて岡本がドーンっていかれちゃうからね、そこだけ気をつけて。あと何気にねリリーフがめっちゃ良くなってきてるからね、あの終盤バタバタすると思っててもね終盤スッと終わっちゃうからね、そういったところでは東郷だけどね、もう前半イニング勝負かなっていうところもある。巨人の皆さん DeNA ね打線ね若干沈んでねちょっとね寝がちだからね、だから先頭バッターしっかり抑えてっていうところでね、やっていけば俺はいけると思うからね、若干打線がね湿りがちだからそこら辺思い切ったピッチングしていきましょう、はい、で中日対広島、広島の皆さん中日ね石川ちょっとね上がってきてるから、でも細川がね今寝てますね、アウトコースの出し入れクルクル回るからそこがね見極め出したら危ないけども、そこクルクル回るからそれまではねそんなインコースいらない、外の出し入れでね、そこ見極めできれば考えていきましょうね。で石川はねちょっとアウトコースの方が強いと思うからね、インコースもっとどんどん攻めた方がいいような気がします。クリだからね通信向けいこうかなね。で中日の皆さん、カープ勢いづいてきてますよ、いい感じで西川絶好調、西川の前に無駄なランナー出さないように、あと何アグレッシブに盗塁とかしてきてるからクイック含めてねそこら辺しっかりしていきましょう。阪神対ヤクルト、阪神の皆さんねフライ上がっても落とす可能性あるんで全力で走ってセカンドまでは行きましょうね、まあ、勝ち越しては来てるって言われるとねちょっとねエラーもミスも多いからねついていきましょう。ヤクルト皆さん、タイガースねなんかねいいか悪いかよくわかんないけどもね、そんな好調じゃないのは確かだからね、怖がらないで思い切ってね、先頭バッター出さないでいけば大量失点することないんで思い切っていきましょう、はい、そして、楽天対ソフトバンクね、ソフトバンクの皆さん、楽天ね結構上り上手に来てるからね、村林、小郷ね、そして小深田だね、ここしっかり抑えていこうね。でそしてボーンってね浅村だけのドーンって長打だけはね気をつけようね、この小深田、村林ね、王吾、この3人マジ気をつけていきましょう。楽天の皆さん、ソフトバンク柳田上がってきてますから気をつけて、ここあとデスパイネがね何気にいい味出して打ってきてるからね、調子こいて長打とかまた打つかもしれないから、デスパイネと柳田ここね気をつけていきましょう。だからその前のねランナー出さないようにすればソロで済むからね、そういったところは気をつけていきましょうね。で金曜日はね試合ないんだけども、土曜日からね日本ハムだよロッテ、日本ハムの皆さんロッテちょっとねあのランダ戦打ち出してグワーン来てるからね、そういったところではもうね低めの投球ね、あとミスしないように、ミスしたら全部突っ込んでこられるよ、ね、ロッテの皆さん、日本ハムね走塁とかアグレッシブに来てミスはあるけども個々の能力は上がってきてるからね、長打もあるしね、ここら辺も涙いかれるよね。でも日本ハムこのロッテ戦ね2連勝必須だから、そうじゃないともう A クラス一気に離れるし、ロッテは生き残りになってここでいけばもう A クラスねもう固めっていうところではね大きいからね。オリックス対戦西武の皆さん、オリックス打線今眠ってます、頓宮だけ特に気をつけて。オリックスの皆さん、西武ねなんか投打がね噛み合ってない、だから思い切っていこう、ね、そしたら大丈夫です、はい、さあということでね、これまた週末もどういったことになるのかというところをね皆さんプロ野球楽しんでいきましょう。オールスター前もうちょっとですね、もっと下位のチーム頑張っていかないと詰め切れないよ、上位のチームは引き離したらもうエグラス安泰になるかもっていうところでね、オールスターでどういう戦いになるのか楽しんでいきましょうということで、総チェックおしまい。